見に行ったんです、この制作者さんのページで。お名前がですね、愚名ゆくるさんという方なんですが、僕よりチャンネル登録者数が多いです。お疲れ様です、ムービンです。今回からこちらの新人 V をプロデュースしてみたというゲームのゲーム実況させていただこうと思います。私ムービンですね。普段はギャルゲのゲーム実況しているものとなっております。今回はこちらのゲーム実況させていただくんですけれども、こちらゲームですね、右がもうすでに何めっちゃ可愛いモデル動いてるんですけど、モデルとか言っちゃいけない、可愛い女の子動いてるんですけど、クオリティ高そうだね。でこちらのゲームなんですが、一応フリーゲームになっていて、一応っていうのはこんなに可愛い女の子がぬるぬる動いてるのにフリーゲームなんかと思ってびっくりしたんで、はい、フリーゲームなんですよ、実は皆さん。ぜひね、ご自身の手でダウンロードしてプレイしてみてください。サイトですね、ダウンロードできるサイトは概要欄に載せております。でですね、こちらの作品、一応ね、フリーゲームなんで概要欄があるんですよ。そのダウンロードできるサイトの。こちら読んでいくんですけれども、個人勢新人 VTuber をプロデュース言えねえ。プロデュースしよう。現役個人 VTuber が自身をモデルにしてリアルな個人勢 VTuber の裏側をゲーム化しました。プレイ後は VTuber をもっと応援したくなるかっこかもっていうね、あらすじというのか、まあゲームの説明概要欄があったんですよ。で見に行ったんです、この制作者さんのページで。お名前がですね、愚名ゆくるさんという方なんですが、僕よりチャンネル登録者数が多いです。なので、私、ムービン、一応 VTuber として活動もしてるんですが、僕不正がプロデュースしていいのかという一末の不安があるんです。なんですが、まあ、フリーゲームなので、僕にもプレイの権利があるのかということで、やります。複雑だよね。僕なんかにプロデュースされたくないのかなってちょっと思うんですよ。僕が何十万とかいる VTuber だったらいいんだけど、そういうわけじゃないから、いいんかなって思っちゃうの。あらかわいい。そうですね。うん。なかなか難しいですよね。そういうのね。うん。なんですけど、やります、今回。はい。名前を設定しましょうということで。私、こういう名前が設定できるゲームでですね、佐々木と名乗るようにしておりまして、はい。佐々木という名前でプレイさせてください。はい。あなたのお名前は佐々木でよろしいでしょうか？はい。よろしいです。佐々木と呼んでください。ノベルゲームライブラリー、今日も新しいゲーム来てるかな？あー、見てるんだ。日頃からフリーゲームとかをプレイしている方なのかな？この佐々木さんは。新人 V をプロデュースしてみたか。ちょっとやってみるか。お、このゲームをやっている。つまり僕とシンクロニシティ。シンクロしてますね。シンクロニシティではないな。ダウンロードしてと。なんだ。何が起きた？悪空間か何かに連れ去られたんだが、佐々木さん。大丈夫そう？おお、綺麗ですね。何？仮想空間？ゲームをダウンロードしていただきありがとうございます。仮想空間へようこそおいでくださいました。仮想空間。新人 VTuber をプロデュースしてくださるんでしょ？プロデュースに集中できる特殊な空間にお招きいたしましたので、衣食住お気になさらず全力でプロデュースをお願いします。はあ、なんか、普通に連れ去られたんだけど、そういうのってデスゲームの始まりとかじゃない？大丈夫そう？ちょっと待ってくれよ。お気になさらずって言われても、そんなにゲームばかやってるわけには。その念についてもご安心を。この空間は時間の進みが遅いので、進まないわけじゃないのね。進みが遅いので1年ほどプロデュースしていただいても、現実世界では4時間ほどしか経過いたしません。精神と時の部屋、素晴らしい。一家に1台欲しいぞ、この空間。安心してお楽しみくださいませ。4時間 ?3 ヶ月ほどでしたら1時間で終わりますよ。まず3ヶ月間いかがですか？ 1 時間、それならいいか。はい、ご契約ありがとうございます。では担当していただく VTuber さんをご紹介いたしますね。名前は、愚名でいいんですか？制作者さんが確か愚名ゆくるさんだったんだけど、僕ツイッターのページ見に行った時にひらがな表記だったんで、名字がこの感じだと思ってなかったです。名字の読み方は愚名です。ちょっと読み方が難しいですね。まあ、VTuber あるあるですね。僕はカタカナでブービンと言います。誕生日は2月9日。好きなものはアイドルゲームとスイーツとナタデココです。アイドルを目指す普通の女の子 VTuber とのことです。あとは直接本人とやり取りをしてください。それではごきげんよう。ちょっと待ってくれ。おいたら。つらいね。これでいきなり放り出されんの。かわいそうやね、佐々木さん。一方的に言うだけ言っていなくなってしまった。
辺りを見回してみたが、サイバーな感じの空間がどこまでも広がっており、出口らしきものは見当たらない。好きなタイミングで終わらせさせてほしいんだが、一応ゲームなんでしょ？ゲームじゃないのかこれ一応。ガチでプロデュースするってこと？この空間で。よくわからないが、ここから出る方法もわからないし、おとなしく従うか。俺は物分かりがいいタイプだからな。ちょっとおもろいな、この主人公。物分かりがいいタイプだからなって言うんだ。ウケるな、こいつ。なんだろう。異世界転生とかしても、すぐ受け入れられるタイプなのかな。このパソコンを使うのか、どうやらネットには通じているようだ。さて、あ、グーミョウ、ゆくりさんのアイコンのようなのが映ってるね。これは通話アプリだろうか。さっきの VTuber が登録されている。チャットを送ってみるか。こんばんは、はじめまして。あ、もしかしてプロデューサーさんですか。はじめまして、グーミョウ、ゆくるです。今大丈夫ですか。よかったらお話ししましょう。大丈夫です、いつでもどうぞ。お、早速かかってきた。ご連絡ありがとうございます。はじめまして、グミョウゆくると申します。かわいい。どうもはじめまして。俺はプロデューサーさんですよね。ご連絡お待ちしていました。いやもうほんと、私自己プロデュースというものがどうにも下手くそで、企業オーディションとかも受けたんですがなかなか通らなくて、もう個人で始めようって始めた見てみたものをん始めてみたはいいものの伸び悩んでたんですよね。そもそも自分一人でどうにかできるならもうとっくに何かで頭角表してますよね。というわけで、敏腕プロデューサーさんがついてくれたら100人力です。荷が重てえな。チャンネル登録者数1000いってないムービンには荷が重てえな。ゆくるさん1000いってるんでね、僕がチェックした時は1200ぐらいの方だったかな。あの YouTube のね、収益化ラインっていうのが1000で3000時間再生っていう YouTuber はあのラインがあるんですけど、そもそも収益が通ってるのが 10% に満たないんじゃなかった YouTube 業界って。あのね、あの知らない人に言うとね、おー1000かみたいな。僕らが見てるさ、有名な人たちがさ、何万とか何十万とかのばっかだから、あの感覚まひるんだけど、1000を超えるのもすげえんだよね、この YouTube 業界っていうのは。まあ、だからね、あのゆくるさん僕以上なんで、僕なんかがプロデュースしてもよくないと思うんですけど、ね、ムービン風情にプロデュースされたくはないと思うんですけど、あの今回ゲームとしてね、プレイさせていただきます。あ、ちなみにこのゲームね、あのエンディングが3種類あるらしいんで、まあ、どのルート行くか分かんないけど、とりあえず感覚のごとくというか、なんていうんですか、僕の好きなようにプレイさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。で、繰り返しになるんですけど、僕より先に皆さんのご自分の手でプレイしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。あ、そうだ、自己紹介まだでしたね。誕生日は2月9日で、そのあたりは聞いたよ。そうでしたか。じゃあ何か聞きたいこととかあります？どこ住み LINE やってる？出会い中なんだけど。クソやん。どういう VTuber 目指せ？どういうのやりたいか聞こうか。ですね、最初はお上品な正統派アイドルを目指していたんですけど、難しいよな、YouTube 業界その路線。やっぱ奇抜な人の方が伸びるから、男だろうと女性だろうとね。女性とかもっと汚い方がいいよ、汚い方が。そんなこと言っちゃいけない。やべえやつの方が伸びるもん、YouTube。アクション系のゲーム配信とかで素が出てしまって、上品というのはちょっと難しいかなって、だんだん自分の根っこに寄ってくるのね。企業勢でもよくあるやん。最初はなんか、こんにちは、〇〇です。あ、これなんかバカにしてるみたいなんで炎上しそうで怖いな。なんか、こんにちは、〇〇ですって言うんだけど、なんか、うるせえしねえみたいなことを普通に後半は言うみたいな。活動1年ぐらい経って普通にそういうこと言っちゃうみたいな。ありますよね、よくね。ありのままを、ありのままの自分、私を愛してっていうのは良くないって分かってるんですけど、無理のあるキャラを続けていっても崩壊すると思うんで、ある程度巣に近づいてもいけるバラドルを目指すのがいいかなと。うん、その方がいいと思う。そもそもそっちの方がやりやすくない？その、結局なんかキャラクター像を作り続けても、難しいよね。それで成功してるのって本当にその活動内容もニッチになってる、ニッチというかその路線になってる人だけだよね。僕が知ってるそういう路線だとホラー系とか怪談ホラー系心霊映像とか、そういう要は怖い系のに寄ってる人は結構キャラクターもしっかりそういうなんかオカルトを話す人みたいな感じで、あのキャラ作りをしてるんですよ。そういうのだといいと思うけど、あの雑多な配信とかをする一つのカテゴリーを何か決めてるわけじゃないのなら無理にキャラ付けはしなくていいと思いますね。あの僕は別にあのギャルゲ実況したいだけなんで、あの別に有名になろうとあんまり思ってないから、数しか出してないですね。はい、よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。
あーでもただただ笑いを取りに行くだけじゃなくて、歌ってる時とかバシッと決めてギャップを出していきたいですね。あ、そういうのいいよね。確かに確かに、普段結構アグレッシブなタイプの人が、あの歌配信とかでめっちゃ声凛々しいとかかっこいいってなると、ちょっとギャップでねキュンってくるよね。わかります、背伸びしすぎず等身大のアイドルを目指していきたいです。なるほどね。それでは同じように予選で売れてる VTuber さんを研究しようか。歌系か。じゃあ歌のショート出しまくるか。最近だと僕が今収録してる時って、あの2023年の7月だけど、今ねショートで流行ってる歌は社用、あの何だっけ、僕の中のヤバいやつだっけってアニメの主題歌のね社用が今来てますね。そういう感じで今流行ってる曲をショートで歌っていくっていうのはまずありだと思う。うん、歌系はね、あのやっぱり声が気に入ってもらえれば人が来るから、その後雑談配信とか行って人柄に触れていくっていうのはありなんで、それでやってみましょう。はい、なんか研究してるやつみたいな発言しちゃった。僕 VTuber さん好きなんで、やっぱそういうの見たりはするんですよね。はい、僕は別にギャルゲーやりたいだけなんで、でギャルゲーただ実況好きにやってるやつが伸びないってことは理解してるんで、あの、まあ、別に僕はあのね、あでもそう言うとそれはそれでずるいか、伸びるつもりないんですよねとか言って伸びてないって言っても言い訳にしか聞こえないから、あのあんまり自分のこと語るのやめますね。はいおはようございますプロデューサーさん、 VTuber の研究いい感じ進みましたか。やっぱ今時の歌なんじゃない。あ、ASMR か。なるほどね、その路線もありだと思います。いろいろ調べてみたんだけど ASMR が人気あるみたいだね。そうですね、耳舐めとか強いですよね。私は無理なんですが。無理なの？そういうの抵抗あるんだ。あーマジか、それ、あーそっか、でもそうだよな、普通女性だもんな。いや、あーでもそればっかのイメージついてもな、よくないか。いや、でも性的な目を向けられるのが苦手なの結構厳しくないか。 VTuber ってモデル良かったらさ、結構エロ絵師が描いてくれてさ、それで伸びるのもあるんだよな。やっぱエロのパワーって強いからな。僕もギャルゲー実況してるけど、ギャルゲーの中でもちょっとサムネがエッチなシーンの方が再生回数伸びるから、 YouTube 性的なコンテンツダメって言ってるくせに、やっぱり YouTube エッチなんだよ。ははははみんな求めてるのエッチを。だからな、自分から見に行かないけど ASMR を上げることによってエロいと感じる人がいることは容認できる路線が多分一番安定、伸びるとしたら安定だけど、そうまでして伸びたくはないか。そこは人によるな。難しいですね。性的な目を向けられるのは本当に苦手で、もちろんみんながみんな全然平気ってやってる人だけじゃないとは思うんですが、まあそりゃそうだろうね。下ネタとかも小学生みたいなやつだったら大丈夫ですけど、結構苦手ですね。あ、そうなんや。んー、じゃあやっぱ正統派歌で行くしかないな。順当派アイドルで行きたいです。歌だ。歌ショートで行こう。私が耳舐めを始めたらよっぽど生活に困っているとかだと思ってください。そういうこと。ASMR 音声、あの、DL サイトで売るか。じゃあ、ファンザとか。ASMR 売るならファンザよりね、DL サイトの方が人気ですね。うん。あの投稿数が多いですね、やっぱり。みんなそこで変わってる人が多いってことなんだけど。おう。他の ASMR でやっていく手もありますけど、私あんまり得意じゃないんですよね。そうだよね。なんかささやきとか、そういう耳掃除とか、耳舐めがやっぱ VTuber らしいよね。だっていきなりさ、スライムの ASMR とかやってもさ、VTuber の意味ないやん。そんなこと言ったら僕が VTuber としてギャルギャってる意味ってないけどね。その、ガチで売り出すならやっぱキャラクター性と合わせた方がいいから。むずい問題だよな、他の ASMR ってなると。100万のマイク使ってるようなガチの方には絶対かなわないし、付け焼き場の ASMR やっていけると思えないんです。じゃセリフ系は何だろう、あれなんて言うんだっけ、そういうのセリフ系っつうか読み上げっていうか、声で勝負するんだったら、その歌だけじゃなくて可愛い声を当てるとかクールな声を当てるっつって、ボイス系なんだろう、短編2のアイヌって ASMR じゃないにしても、シチュエーションボイスだ、シチュエーションボイスで売り出すのもありなんじゃないか。どれがいいんだろう。ゆくるさんはガチで音質にこだわろうと思ったら1000万くらいなのくらいすぐなくなりそうですね。私程度でも機材関係だけで200万くらいしてますから。200万もしてんの、すげえいいもん買ってんじゃん。僕ちょっと背伸びして買ってるやつなんて PC ぐらいよ。 PC 30万くらいの今買ってるけど、動画編集するからだけどね。でもそんなスペックぶっちゃけいらんしな。なんか
30万の買ったけど、その1世代前20万の PC 使ってたんですよ。なんか20万の PC から30万に買い替えてもなんかそんなに飛躍的に性能上がった感がなくて、あの20万くらいでいいかなと思ったんですね。で、機材って言うとあとマイクでしょ、僕。マイクでも2万くらいの買ってるけど、そんなじゃないんだよな。200万か。そのモデルも入れてる？200万かけてんの？あ、防音室とかか。それ高いわ。そしゃあないな。この前計算したら防音室とか音回り以外の機材も含めてですけど、200万かかってしまいましてね。それはかかるわ。別にお金持ちなわけじゃないですよ。確かに僕もあの部屋がそもそも僕が住んでるところが鉄筋コンクリートでめちゃめちゃ壁厚いとこ借りてるってのもあるんだけど、それでもね、一応ね、壁の防音シートとかも結構貼ってんでね。あれ結構したな。たくさん貼ってるんですけど結構した。意外と高いよね、防音シートね。5万ぐらいしてるな。そう考えると200万防音室買ってんだったらありえるね。防音室なんてもっとしそうな気がするけどな。100万ぐらいで買えるのかな、防音室。200万で一生生活できるなら貯金しときますけど、全然足りないじゃないですか。まあ確かにな。この200万を、何倍にも膨らませるために頑張ってるんです。確かに、うん、そういう夢を追ってるわけね。そういえばなんで YouTube やってるのか聞いてなかったね。お金稼ぎたくてやってんの？まあぶっちゃけお金欲しいですね。アイドルに憧れて自分もそんな風になりたいっていうのもあるんですが、まあそりゃそうだね。私一人でならどうにか生活していけますけど、ちょっとうち家族が複雑で他の家族の生活も、賄えるようになっときたいんですよね。まあ金はたくさんあるに越したことはないよな。かといって私社会不適合者だから就職してバリバリやっていけるわけでもなく、あ、そうなんや、そうなんや。難しいよな。僕はあの職をしながら VTuber してるから、うん、なんだろう、その両立してるけど、別にその VTuber を、僕というムービンという VTuber をバズらせるためのマーケティングをガチめにやってるわけでもなんでもないし、ただ好きにゲーム実況してあげてるだけだから、そういうのをやっぱり分析し始めて、この動画バズるだろうとか、こういうのやってみようとか、ショートをこうしようってやってたら、それは就職してる場合じゃなくなるよね。で、それをガチで自分の仕事にしたいっていうんだったら、そうするべきだよね。うん、バイト生活しながら VTuber するのはありなんじゃないですか。ああ、なるほどね。いろいろあるんだね。はい。私と私の家族の人生がかかってます。話を戻しますが、耳を舐めずに ASMR 一本で頑張るにはお金がかかりそうですねって感じです。でも何かメインコンテンツを決めて、それを中心にやっていくのがいいって聞きますから、メインコンテンツにできそうなものを探していくのはいいと思います。うん。よし、じゃあ何を中心にやっていくのかいいか考えてみるか。はい。何か私に向いていることを一緒に探してください。うん。じゃあ特技か。好きなもの特技。好きなものでもいいよね。特技でもいいけど、セクシー売り。だからエロ系ばっか狙っていくとバッといきそうやな。特技は？しょうもないのしかなくて、いつも履歴書とかで特技の欄何書けばいいか悩むんですよね。悩むんだ。例えば？竹馬に乗れるとか、世界一有名なネズミのモノマネとか。はは？本当にしょうもないね。僕はあとグーフィーできるよ。メッキー、電車が来てるよ。の？怒られそうなんでやめます。歌も別に上手くないし、声がいいわけでもないし、絵も描けないし、ゲームもどっちかといったら下手な方だし、あんまり関係ないけどね。歌はやっぱ上手い方がいいけど、あの声が気に入ったらその人来てくれたりしますよ。僕もゲーム実況やってるけど、僕自分の声イケボだと思わないし、イケボだと思わないけど、あの聞きやすいって言われる。聞きやすいし落ち着いてるから、なんか聞いててストレスがないっていう。結構そこが重要だと思うんだよね、ゲーム実況も配信者も。で、それってさ、個人の主観じゃん。だからやってっていいと思うんだよな、全然。だって人によったらさ、まあ万人がこの人歌うまいなって思ってくれるのがいいけど、でも A さんはうまいなって思ってて、 B さんはうん、そうでもないなっていうパターンもあるじゃん。だからとりあえず数打った方がいいと思うよ。ごくごく平凡というか、それ以下というか、何か人より秀でた才能が欲しいだけの人生でした。諦めんな。それじゃなんか一芸で勝負するのは難しいか。すいません、私が無能なばかりにプロデューサーさんを悩ませてしまい、僕からしたらなんかさっさと行動せえとか思っちゃうけどな。てか動画さっさと出さないとバズるもんもバズらんし、なんか出しまくればいいんじゃないって思うけどね。でも難しいんだよね、それも。僕みたいな、いやもうさっさとズベコを言わず行動せえみたいな意見もあるんだけど、YouTube ってチャンネル立てた後の一番最初の動画が、一番あの、
インプレッション増やそうと、あの YouTube 側も内部操作してくれるんですよ。だからやっぱ一発目がすごいと、まあ、そこで一気にガッて増えるし、初動がいいとね、あのチャンネル登録者数も伸びが違いますから、だから僕みたいに雑にデビューするのもそれはそれで間違ってるんですよね。難しいですよね、ここら辺は。ありがとうございます。ダメな子ですけど見捨てないでくださいね。でも見捨てる気ないけどな、別に。おはようございます、プロデューサーさん。私なりにいろいろ考えてみたんですけど、大した特技がない以上、特化させるなら好きなもので特化させるしかないんじゃないかと思うんですよ。うん。なるほど、好きなものか。なんかアイドルゲームが好きだっつってた。ASMR で特化は、うんって思ってたから、アイドルゲームか。お、僕と同じだね。アイドルゲーム、まあ僕の場合、育成ゲームじゃなくて、あの、ギャルゲなんだけど、やっぱ可愛い女の子が出るゲーム、ありだと思います。そうです、アイドルゲームクソデカ感情っていうのはみんな見てて面白いと思うんですね。それはある、わかる。じゃあどうしようかな、シャニマスやるか。シャニマス系でいく、アイマス系だな。何がいいかな、ゆくるさん何が好き。あのね、やっぱりアイドルゲームはありだと思ってて、やっぱその例えばアイマス系でもシャニマスとかあるじゃないですか、シャイニーカラーズ、ああいうのが好きな人って集まってくるんですよ。僕もね、チャンネル登録者数がガッて増えたのって、天神のゲーム実況をした時と、ブルーアーカイブのゲーム実況をした時なんですよ。そういう有名タイトルっていうのは、その有名タイトルをプレイしてる人たちが来るのよ。で、このムービンという実況者がどういう反応をしてるかっていうのを、反応を見に来るの。だから、キプレイでも来るし、新規でも来ることはあるのよ。ブラカちょっと知ってるなって人も来るし、あの、深いファンも来るのね。だそのクソデカ感情、僕が言う感想を聞いてて分かるっていう共感性を得られたら、その人はファンとしてついてくれるっていうところがあって、あの、ありだと思います。はい、確かにそれはあるね。限界オタクとして見てるのは面白いかもしれない。うん、そういう見方もある。そのゲームが好きな人もそうだし、なんかすげえオタクみたいに喋ってんじゃんって面白がってくる人もいる。じゃあ今日からアイドルマイスターの実況やりましょう。許可が出てるシリーズ何個かありますから、やろう。よっしゃ、アイドルマイスター特化を目指そう。ありだな。おはようございます、プロデューサーさん。噛みました、すいません。おはよう、ゆくる乗車道。それはですね、アイドルマイスターに特化してみたんですが、そうなるんだよな。まあ、難しいな。切り抜きを上げるか。アイドルマイスターの反応集で、アイドルマイスターが分かんない人でも、こういう展開に対してこう突っ込んでるとか、こういう展開に対して、あの、解説してるっていう切り抜きを、1分ショート動画を上げまくろう。そしたら、アイドルマスター知らんくても、おもろいやんつって見てくれるし、アイドルマイスターのファンが増えることにもなる。結構マリオメーカーそれだと思うんだよな。マリオメーカーってマリオ知らなくても見てて、あの、マリオのアクションっていうゲームを知ってるから、プレイが面白いから見る。その人のプレイスキルが高いから見るとか、反応が面白いから見るとか、そういうのあると思ってて、アイドルマイスターに関しては多分アイドルマイスターを知ってないと見ない人が多いには多いんだけど、その脈絡前後が分かるようにしてる、主語述語が分かるようにしてるショート動画を上げることで、あ、こういうリアクションをするんだゆくるさんはってなって入ってくれるかもしれないから、いける。まだ諦めるの早いと思うよ、僕は。なるほど、怖すぎたかな。怖か、アイドルマイスターは人気タイトルやろうが、諦めるな。まだ始めて1週間しか経ってないねんから。うるせえって言われそう。誰が見ても楽しめる感じにできないと難しいかもしれないですね。コンテンツを変えるか、やり方を変えるか。やり方だと思うけどな。アイドルマイスターはアイドルマイスターのファンが、この世界だと分かんないけど、たくさんいるから、引き込め始めたらいけると思うんだよな。僕、ブルーアーカイブやってるけど、やっぱ、とある配信者さんが、ブルーアーカイブといえばこの VTuber って人が一人いるんですよ。あの、そういう固定ファンが一個つくと、でかいから、アイドルマイスターといえば、ゆくるさんってなれば、勝てるんだけどな。仮に、それの似たような VTuber が複数いたとしても、その複数の VTuber で、アイドルマイスター語りのコラボ配信ができるから、なしではないと思うんだけどね。他に好きなものは、セクシー寄りはいかん。多分バット行くから。バット行ってもいいんだけど。
他にも好きなのはレトロゲームですね。昔は結構ゲームやってたんですよ。 RPG とかアクションそこそこ。レトロゲームはむしろレトロゲームやってる人あんまいないから、アクション系のレトロゲーム単発で上げまくるか。どうするかな。難しいとこだな。 RPG とかちょっと長いシリーズにどうしてもなると人は入ってこないから、やっぱね、僕自虐になっちゃうけど、1時間とかのゲーム実況20パートとか出されても見る気ない、起きないじゃないですか。その人が面白いって分かってないと。だからアクションとかで1パート30分10分とかの動画をレトロゲームで上げてる分には見やすいけど、そう、見やすい動画がどれだけ多いかっていうのは今時の YouTube で大事ですよね。あ、そうなんだ。レトロゲームは続きものにしなくてもいけるかもしれないのか。あんま僕レトロゲーム精通してないから分かんないけどね。だからシューティングとかだとやっぱね、カットして、うまくカット編集していけば1本で完結できるかもしれない。レトロゲームなら続きものにしなくても1回で完結できるかもしれないな。そうですね、セーブとかできないやつなら1日でクリアしてましたし、その方がみんな見やすいかもしれませんね。それはあるかもしれないな。じゃあ今度はレトロゲームで行ってみるか。11月になりました。どうだレトロゲーム。おはようございますプロデューサーさん。おはよう。レトロゲーム特化はどうなった。いや、あんまり伸びないですね。レトロゲームで検索する人が少ないかな。そこなんだよな。そこなんだよな。レトロゲームを見ようとするかって話なんだよな。例えば魔界村みたいな、このゲームは難しい、だからクリアするのが大変だっていうのをやるのはわかるんだよ。その場合ね、やっぱその動画を上げた後にね、やっぱ切り抜いた方がいいよな。死亡シーンとかやっぱ切り抜いた方がいい。あの魔界村とかすげえ、あのなんつうの、やっぱボンミスとかで死んだ時にリアクションを取るじゃないですか。うわ、ここまで行ったのにみたいな、その反応が面白かったりするから、やっぱ切り抜き重要やね。なかなかちょうどいいのがないな。有名タイトルのレトロゲームっていうのがあんまないしね。そもそもそれで検索しねえしな。まあそうですよね、そんなコンテンツがあればみんなやってますもんね。難しいな。どうせ伸びないなら何か一つのことをやるのをやめて、好きなようにやるのがいいんじゃないかなって考えてます。そうね、別に1個に絞る必要ないと思うよ。僕も別にギャルゲ実況をメインで置いてるけど雑談配信するし、あのたまにそのギャル関係ないというか美少女ゲーム関係ない、あのそういうノベルゲームじゃないやつやるからね。これもギャルゲと言われるとちょっと絶妙なポイントじゃん。ノベルゲームって言われる方が正しいかもしんないね、このゲームも。まあ僕可愛い女の子が出たら全部ギャルゲと呼ぶんで雑判定が、まあ、ある種ゆくるさんと仲良くなっていくっていう意味ではね、ギャルゲの一種だと思ってプレイしてるんですけど、まあそれ一つに絞らなくてもいいと思いますよね。いい手が思いつくまではそれでもいいかもしれないな。あんまり頻繁に方向性を変えるのもファンの方を振り回しちゃって申し訳ないですしね。とりあえずしばらくはまったり行きましょう。11月2週。おはようございますプロデューサーさん。見てくださいよこれ、パッキーゲームの七五出したんですけど、めっちゃ再生されて登録者数が10人くらい増えました。やったぜ、しゃ。この動画見てる方で10人という数字を少ないと見た皆さん、甘い。動画は分かっていない。10人増えるはでかいから、アホほどでかい。それはもうすげえ注目されてるという証拠ですね。ってことはやっぱシチュエーションボイスかありだな。ってことはゆくるさん多分声は可愛いんだと思うよ。あのゆくるさん、いや活動されてる、これ複雑なんだけど難しい。僕はねゲームとしてのゆくるさんに声をかけてるんで、あの今このゲームでゆくるさんという方をプロデュースしてるという体でビャービャーものを言ってるので、実際のゆくるさんに苦言を呈してるわけじゃないんですよ。そこはまずね、あの分けて考えていただきたいです。許して、なんかゆくるさんについてなんか文句言うなよみたいな感じで言ったりしてたような気がするんだけど、それしょうがないじゃん。これゲームのリアクションとして僕がゲーム実況してんだから。いや、ナイスですね。登録者数10人増えたか。パッキーゲームの七五路線、ありです。やりましょう。おー、よかった。今の10人は、チャンネル登録者数10万人のチャンネルが1万増えたぐらいの感覚だよな。やっぱ増えていくと、とりあえずチャンネルが多いと上に上がり始めるんで、なんか結構割と、なんだろう、波が起きやすいんですよ。あの万まで行くと。でマジ1000とかその5000以下台っつうのかな、チャンネル登録者数1万いかない台の人たちは全然増えん。なんかがヒットしないとマジで増えないから。だからこれぐらいの感覚だよね。わかります。
はい、めっちゃ増えました。嬉しい。それにファンの方々のコメントもつけてくれてます。新規ファンも獲得できて、今までのファンも嬉しいならいいことずくめだね。七五はいいかもしれないね。ですね、実は私、お芝居は長い、結構長いことレッスン受けてるんですよ。なんでそれを言わんのじゃい。言えて、言えて、それ武器やん。それ僕特技聞いたよね、ゆくるさんに。武器やん。頭角表したね。誰何こいつ、この VTuber 何って言われそう。何様やねん。え、じゃあお芝居は得意なん、特技なんじゃないの。おいおいおい、持ってけて。僕も別に絵を仕事にしてないけど、僕特技欄のとこに絵を描けるとか動画編集とかあげるよ。描くよ僕は。あ、僕絵描くんですけど。あげるて。あげるんだけどな、ゲーム実況動画とかも。もっと自信持って。ゆくるさんすげえって。僕よりチャンネル登録数多いし。そんなこと言っちゃいけないね。でも別に投資してもらうわけじゃないのに、ないので、自己肯定感の低さゆえ自信を持ってできますって言えないのかもしれないです。じゃあ自信持ってこう。今回立証されたから、シチューボでチャンネル登録者数10人増えました。この事実が君を支える。誰？今回のゲーム実況のテンションの僕何なんだろうね。ちょっと、若干気取ってるよね。きしょいよね。ごめんなさい。なるほど。でも全くやったことのない一般人よりはできると思います。全くやったことないけど、上手い天才も世の中にはいますが、若干皮肉入ってるよね。ゆくるさん。若干解けない？言葉の節々に。よし、じゃあこの調子で脂肪を出しつつ配信もしていこう。はい、七五しか聞かないって人もいるかもしれないですけど、七五から声が好きになってくれるってのもありかもしれないですし、そうそうそう、だんだんその七五が好きになってくると、そのゆくるさんというキャラクター性に惹かれていって、で雑談も見に行くと。で雑談でなんか喋ってることとかが合わないなとか、人間性合わないなっつうと離れていくんだけど、まあ、それの繰り返しを、そうやってだんだんファンが洗練されていく、そしてゆくるさんが有名になっていく。もうこの方程式出来上がりましたね。来ました、軌道乗りました。ゆくりさん勝ち組です。VTuber は結構声が大事ですからね。私はアニメ声とかではないですが、好きになってくれる人もいるかもしれない。よし、頑張るぞ。見ててくださいね、プロデューサーさん。 LINE 乗りました。勝ちました。勝ちです。プロデュース勝ちです。はい、おはようございます、プロデューサーさん。おはよう。七五はどうなった？うん、伸びるのと伸びないのがありますね。違いがよくわからないんですけど、まあ伸びたらラッキーくらいの気持ちでやるのもいいかもしれないです。悩み、低迷期ですね。難しいところ。難しい。まずは伸びる動画と伸びない動画のインプレッションを見て回ろう。インプレッション、YouTube の動画ってインプレッションっていう別の分析するページがあるんですけど、何で検索されてその動画にヒットしてるかとか、何の後にそのおすすめとして出たかとかがあるんで、まあ、考えるところはまずサムネとかタイトルのワード、概要欄に書いてあるワードとかも大事です。いろいろ考える箇所があるんですよね。やっぱちょっとエッチっぽい ASMR かなとか、シチュエーションボイスかなって来る人もいるので、まあ、そこの波とかありますよね。最近のそのシチュエーションボイスの波、バレンタインデーだからバレンタインデーのシチュエーションボイス見て回る人とかもいるかもしれないし、その最近は学生系のシチュエーションボイスがある、伸びてるとか、告白するシチュエーションボイスとか、あとクール系の声なのかとか、可愛い系の声なのか、ヤンデレ系なのかとか、いろいろあるので、そこ分析していきましょう。ひとまずは。そうか、そうそう簡単に伸びる方法は見つからないもんだな。佐々木、お前も意見言え。僕も意見言ってんだから一緒に出してけ、とりあえず。そうです、地道に頑張りましょう。で、インプレッション見、しばらくは今の方針でいいですよね。まあまずはでもあれだわ、言い過ぎたわ。ゆくるさんが一番ストレスのない活動が一番大事。だいたい VTuber 辞めるのは、学生が学生じゃなくなりました、結婚しました、子供が生まれました、僕も子供生まれたから休止が近いんですけど実は休止するんですけど、それは置いといて、とかあるけど、その生活環境が変わりますっていうのの次にストレスだから、だいたいストレスで辞めてく。なんか思った以上に伸びないとか、なんか変なアンチがついたとか、そういうのでやめていくやつが多いから、まずはストレスフリーな活動が大事だ。まずはやりたいことをやっていくのが大事だ。そうだね、模索しつつ今の方針で頑張ろう。僕の余計なことを言いました、すいません。はい、僕が休止するとか、この先何週間後何ヶ月後に休止しますみたいなのはどうでもいいですね。はい、失礼しました。
おはようございますプロデューサーさん。おはよう、進捗はどんな感じ？あんまり芳しくないです。チャンネル登録者数もずっと停滞してる感じで。そうか、そろそろ何か別の手を考えなくちゃいけないな。え？ゆっくりさん、もういいです。え？なんで？いや、プロデューサーが悪いだろ。プロデューサー作れよ、ショート動画、もっと。プロデューサーさんはとても頑張ってくださいました。私がいけないんです。私はアイドルを目指す普通の女の子 VTuber ですけど、その通り普通の、あまりにも普通の凡人なんです。世の中には私みたいな人いっぱいいます。 VTuber だけじゃなくて、地下アイドルやバンドマン、お笑い芸人、声優、いつか世間に認められることを夢見て頑張って、その中のほんの一握りが成功して、あとの大勢は日の目を見ないまま消えていく。私もその大勢の一人なんですよね。本当は分かっていました。自己紹介動画でも言ったんですが、私は誰かの人生のモブでしかなくて。そんなネガティブなこと言ってたの？主人公にはなれなかったんです。分かってたけど認めたくなくて。いや、それぞれの物語の主人公がそれぞれやで。クソクソくどいてきた。ゆくるさんはゆくるさんの人生の主人公で、ムービーはムービーの人生の主人公やで。そのメンタリティ忘れちゃダメですよ。ギブアップしなければ勝負は終わらないと信じて頑張ったけど、本当はずっと昔からコールドゲームだったんです。心がバキバキに折れてる。プロデューサーさん、今まで本当にありがとうございました。最後に一緒に頑張れてよかったです。ゆっくり。何がいけないんだろうか。何かないんだろうか。他に打つ手は。何かでバズるとか。でもなんだ。ゲーム実況、七五、シナリオ。主人公。待てよ。ゆっくり、ゲームだ。ゲームを作る。フリーゲーム業界に乗り込む。ゆくるのゲームを作るんだ。シナリオを書いて。私のゲーム？アイドルといえば育成ゲームだろう。なるほど、私の育成ゲーム。それは話題性があるかもしれない。フリーゲームにしてみんな実況してねって感じにすればいい宣伝になりそう。なるほど、僕もこのゲーム実況を投稿することでこのゆくるさんを宣伝することにつながるということですね。なるほど、広告にしてやられたということですね。まんまと使われました。失礼しました。はい、実は昔ちょっとゲームを作ったことがあって、パラメーター上げる感じの育成ゲームはちょっと難しいんですけど、ノベルゲームなら作れるかもしれないです。ノベルゲームならゲームライ、ノベルゲームライブラリに登録する手もあるし、ちょうど良さそうだな。プロデューサーさん、ありがとうございます。私やってみます。さてどうなるんで。じゃあ僕の動画の概要欄に、あれですね、ゲームのリンクだけじゃなくて、ゆくるさんのリンク載せておきます。はい、皆さんチャンネル登録、フォローよろしくお願いします。はい、ゆくる進捗はどうだ。おはようございます、プロデューサーさん。今どんなストーリーにしようか考えてます。さて、方向性が決まれば、ガーッと書いて、バーッとゲームにできる気がするんですけど、擬音ばっかだが大丈夫か？やっぱりこういうのってストーリー大事じゃないですか。話がつまなかったら話題にならないですし、いい話にしたいですよね。まあ確かに。そうだな、じゃあ。悩ましいっすね。感動ストーリー王道の病気ヒロイン話。私も結構真ん中好きだな。魔法の力でトップアイドルになる話は、ちょっとダーク寄りにしたいよね。仮にするんだとしたら、ただのハッピーエンドじゃなくて、実は代償がありますっていう。フリーゲーム結構暗い路線今流行ってるから、難しいとこだね。その病気のヒロインの話とかも王道だし、割と、人気タイトルだよね、フリーゲーム業界でも。でもありのままのゆくるさんの話が一番リアルでいいんじゃない？おもろいよ。ありのままでいいんですか？うん。なんか例えばない？ゲーム大会出てうざい VTuber がいたとかない？そういう VTuber の闇書いていこうや。書いていこうや、 VTuber の闇。僕も VTuber だから一緒に傷を負っていくよ。大丈夫よ。ああ、プロデューサーだからはいい。無理にキャッチーな設定を盛り込むより、ありのままのゆくるの話をした方がゆくる自治体を好きになってもらえるかもしれない。毒づいてこうぜ、VTuber 業界を。そうですね、フィクションとはいえ、あまりかけ離れていると、そこから私を知ってくれた人が全然違うじゃんってなりますし、まあ確かに、それもあるな。そうか、ゆくるさんの目的は、そのゲームを作ることで、自分のチャンネル登録を伸ばすっていうのが趣旨だから、まあ、そういうことを考えるなら、確かに、その方がいいかもしれん。ありのままの私を知ってもらえるようにしますね。ありがとうございます、プロデューサーさん。実際どうなんだろう。僕、本当にこのゲーム初めてやるから、ゆくるさんの、あ、これゆくるさんっぽいなってなれないんですけど、ごめんね。そこはごめんね。おはようございます、プロデューサーさん。シナリオ書けました。お、そうなのか。見せてくれよ。
恥ずかしいので完成してからのお楽しみです。ん？どうしても気になるな。楽しみにしてるよ。さては自信がないんだな。なんかマイナス表現あんましたくないの。どうしても気になるわ。それはそれでもいい気がするな。楽しみにしてるよって放任主義にしてもいい気がする。今まで結構放任だったし、放任にするか。楽しみにしてください。私的にはよく書けてるんじゃないかなと思います。うん、いいんじゃないですか。自分信じてください。あんまり干渉しすぎるのもね、僕の私物化するのも良くないかなと思いますね。あ、何？なんか背景が暗いな。プロデューサーさん、おはようございます。なんか疲れてる。ああ、ゲームにする作業が結構大変で、わかるわかる、大変なんだよね。あの、僕も実はあのノベルゲームコレクションからダウンロードできるゲームで、あのティラノスクリプトっていうスクリプトを使ってゲームを作ることができるんですけども、僕も実はあのギャルゲーメインでゲーム実況させていただいてるという経緯があって、あのギャルゲーを制作しようと実はちびちびゲーム作ってるんですよ。実はシナリオ書いたりしてるんですけど、あのシナリオ書くだけだったらね、文字を書くだけなんですけど、ゲームに起こす作業って意外とだるいよね。難しい。僕ね、あのリアルの仕事が現役 SE なんで、あのスクリプトを読むことはそんなに大変じゃないんだけど、第一、そのティラノスクリプトってめっちゃ簡単なのよ。そんなプログラムの知識とかなくても読めるんだけど、やっぱ起こすのは難しいよね。物を形に起こすって難しいよね。わかるわ。絵も描いたりするし、わかるわ僕は。でもあと、あとって書いてない、1月の頭くらいにはできると思います。あとちょっと頑張りますよ。無理はするなよ。ゆっくりならやれる。その息で頑張れ。どれがいいんだろう、どれがいいんだろう。ゆっくりならやれるって言ってあげる方がいいのか。無理はするなよ。でもやっぱ VTuber 無理はするなよって言ってあげたいな。無理はするなよって言ってあげたい。 VTuber、 世の中の VTuber 無理しすぎだから。お前らちゃんとねえ。何このテンション、どうしたん。やっぱ自分も VTuber だから感情移入するんかな。ありがとうございます。応援してくれる人がいると思うと頑張れますね。ゲームが完成したら絶対プロデューサーさんもプレイしてくださいよ。約束ですからね。それがこのゲームだっていうオチなのかな。プレイするよ、そりゃ。仮に違うゲームだとしてもするよ。うわ、もう無理するなよって言うたのに。そういうもんよね。いや、わかるわかる。仕事とかでもそう、無理するなよって言われて無理しないやつまずいない。みんな睡眠削ってく。なんかろれつ回ってないけど、ごめん、ちょっと今飛ばしちゃった。1個前のプロデューサーさん、おはようございますって感じかな。最近あまり寝てなくて、でもあとちょっとで完成なんです。大丈夫か、とりあえず寝た方が。私ゲームが完成したらプロデューサーさんに伝えたいことが。すや、ははは、寝てしまった。疲れてるみたいだし寝かしといてやるか。完成するか、どうだ。あ、終わり。プロデュースお疲れ様でした。あなたのプロデュースした VTuber のスコバは2レベル2、登録者200人でした。1ヶ月で200人ってでもよくない。あれ、何ヶ月やるんだったっけ。3ヶ月だっけ。3ヶ月で200って結構いいペースじゃない。まあ、初動いきなりバズるんだったらそりゃ1000っていくかもしんないけどね。え、そういうわけじゃないんで、今200いるんだったらいいペースだけどな。終わっちゃうの。プロデューサー体験はこれにて終了です。現実世界へ送還しますので少々お待ちください。お前終了。そういえばプロデュース期間は3ヶ月だったっけ。そういえばゆくるに期間のこと伝えてなかったな。ゲームはどうなったんだろう。なあ、挨拶もちゃんとできてないし、最後にゆくるに会わせてくれよ。何？残酷なんだが。ここまで感情移入してきた僕の気持ち。クソゲーか。クソゲーなんやが。ご安心ください。あなたがプロデュースした VTuber さんはただのゲームシステム。ただのゲームシステムか、言うな。期間が終了したらまた一から別の方がプロデュースしていけるようデータは消去されます。あなたがお別れの挨拶ができなかったゆくるさんのデータはもう消えておりますので、寂しがることもありませんよ。クソ残酷なんだが。はあ、3ヶ月間一緒に頑張ってきたゆくるのデータはもうない。あんなに頑張って作っていたゲームも完成しなかったのか。うわ、ゲームが完成したら絶対プロデューサーさんもプレイしてくださいよ。約束ですからね。約束したのにそんなことって。はあ、許せな。何こいつ、ナビゲーションシステム、
クソ腹立つんやが、許せへん、あたい許せへん。現実世界への送還の準備が完了しました。ご利用ありがとうございました。おい待ってくれ、俺はまだ約束を。あれ、ここは俺の部屋。そうか、帰ってきたのか。それともあれは夢だったのか。ああ、イルカ探すのかな。まあいるんだけどね、現実世界には。はあ、絶望なんだが。切れそう。ゆくるのチャンネルはなかった。ゆくるはただのゲームのシステム、また別の人が一からプロデュースをするだけ。まあそういうゲームだったと割り切るしかないのかな。私全力で頑張りますので、一緒にトップアイドル VTuber 目指して頑張りましょう。よし頑張るぞ、見ててくださいねプロデューサーさん。うわ、心をえぐってくるじゃん。私は誰かの人生のボブでしかなくて、主人公にはなれなかったんです。俺じゃなくて、もっと優秀なプロデューサーがついてくれたなら、ゆくるは主人公になることができたんだろうか。ノベルゲームライブラリーを見開いてみる。あ、あ、でもこれ、このゲーム、ん？最初にこのゲームを起動したんじゃなかったっけ。新人 V をプロデュースしてみた。これをもう一度やれば、ゆくるに会えるはずだよな。あれ、でもなんか様子が。え？これは？そうか、ゆくるはゲームを完成させたんだ。あ、なに？さっきまでのはなんか特殊な力みたいのが働いていただけで、また別のものってこと？これは。あ、もしかしてプロデューサーさんですか？はじめまして。読み方忘れちゃった、もう。ごめん。何、ゆくるさんだったっけ？おはようございます、プロデューサーさん。VTuber の研究、いい感じ進みましたか？主人公は俺で、俺との3ヶ月間をゲームにしてくれたのか。じゃあ最後は一体どうなるんだ？俺はゲームを進めていった。あ、だから別ゲーなんだ、これ。な、その1回目プレイしたゲームではないってこと。あれ、プロデューサーさんのアカウントがない。あ、つながってるんだ。へえ、面白い、これ。ゆくりさん視点からしたら、プロデューサーさんが急に消えたってことか。じゃあ、ゆくりさんはやっぱ存在してたんだね。そんな、あと少しで完成なのに、プレイしてくれるって約束したのに。プロデューサーさんがいないんじゃ、完成させても誰もやってくれないかもしれない。そんなことない！出そう！ノベルゲームコレクションに出そう！ノベルゲームコレクションじゃないかもしれない、この世界の中だと。でも、頑張るって言ったから、プロデューサーさんが出してくれたアイデアだから、ここで諦めちゃいけない。完成したらプレイしてくれるって約束したんだから、絶対にプロデューサーさんはこのゲームをやってくれるはず。私のプロデューサーさんは約束を破ったりしない。よし、やるぞ、プロデューサーさん。草葉？草葉の影って言わんくね？草葉の影から見ていてくださいね。殺すな！死を表現する言葉なんだ。ごめんなさい、僕の知識がなかった。草葉の影ってそういう意味なんだ。できた、できたよプロデューサーさん。あとはこれをノベルゲームライブラリに登録して、少しでも伸びますように。1ヶ月後、さらに時は流れた。かわいい、ゆくるさん。この人本人が絵描いてんのかな。うまいね。チャンネル登録者数500人突破ありがとうございます。いや、私にしては頑張った方じゃないですか。おお、この時点だと500人。3ヶ月前のそのゲーム完成前だと200人って感じか。1ヶ月で 2.5 倍になるのはなかなかすごいですよ。このままゲームクリエイター系 VTuber としてやっていくかな。あり、それもあり。なんて、自分のゲームを作るっていうのは私のアイデアじゃないんですけどね。実はちょっとの間だったんですけど、プロデューサーさんがついてくれてたんです。一緒にいろんな方向性を模索して、でも私がなかなか結果を出すことができなくて、もうダメかもしれないって諦めかけた時、ゲームを作ってみればって助言してくれたんです。自分で自分の可能性を信じられなくなった時、プロデューサーさんは私の可能性を信じてくれた。諦めないでいてくれた。それがとても嬉しくて、もう一度頑張ろうって思ったんです。私、なんだか一人で頑張ってるような気がしてたんですよね。でも私にはプロデューサーさんがいて、お友達がいて、リスナーさんがいて、
みんなが支えてくれることに気づけなくて、あのまま諦めていたら、きっとずっと私は誰かの人生のモブだって思ったままでした。私はみんなが一生懸命応援してくれるアイドルなんですから、もっと胸を張って頑張ります。ゲームが完成したら、プロデューサーさんにそう伝えるつもりだったんです。プロデューサーさんにはもう会えないかもしれないけど、きっとゲームはやってくれているはずです。約束したから。だからきっとこのメッセージは届いているはずです。プロデューサーさん、リスナーさん、お友達のみんな、本当に本当にありがとうございます。これからも上を目指してみんなで頑張っていきましょう。ゆくる。いい。笑顔だな。感動や。きっともうゆくるは大丈夫だ。ゲームで大ブレイクなんて簡単にはいかなかったかもしれないけど、大事なことに気づくことができたんだ。きっとこれからずっと前に進んでいくだろう。ちょっと自己肯定感の低いアイドル見習いが諦めず前に進んでいく姿がたくさんの人に勇気を与えてくれたらいいと思う。ゆくるは俺が育てた立派なアイドルだ。グッドエンド、プロデューサーさんへ。はい、初手からグッドエンド引きました。なのでノーマルエンドとバッドエンドは見ません。今回単発で実況させていただきました新人 V をプロデュースしてみただったから、確かゲームタイトル、いかがだったでしょうか。おもろかったね。まあ主人公の世界ではゆくるさんという存在はいないというオチだったのかな。ただなんか別世界なのかもしれないけど、このゲームが完成して投稿して、そのなんだっけ、ゲームなんだっけ、ノベルゲームコレクションだと多分本当の名前になっちゃうから、あのこのゲーム内専用のタイトルだったと思うんだけど、はい、そちらにアップロードすることで、あの主人公のもとに、佐々木さんのもとに届きましたよというストーリー展開ですね。めちゃめちゃ実況しやすい長さだし、ストーリーコンパクトにまとまってるのに完成度高いし、これ個人 V が作ったんですか。いや僕も頑張んないとな。なんかおめえもゲーム作ろうとしてるんですよねって言ってしまったがために、僕もね作ってるんだよって言ってしまったがために、なんかこういうの見るとね、ハードル高えなって思いますよね。はい、あ、やっぱこれ歌ってんのゆっくるさんなんだ。歌も歌えるやん。いや、なんかねこのシャイニングスターってよくあの使われるフリー楽曲なんですけど、僕がよく聞いてる声と違うなと思ったんですよ。だからもしかしてゆっくるさん歌ってんのかなと思ったら歌ってたね。自分で歌ってんの、しかもやばくない、やばない。はい、いい笑顔や。さてというわけで、新人 V をプロデュースしてみた、いかがだったでしょうか。ここら辺クリックしてなんか反応あったりする。フリートークって何、ちょっと見てみていい、見てみていい。おはようございます、アイドルミニ VTuber のご本人さん。はい、この度は新人 V をプロデュースしてみたをプレイしていただき誠にありがとうございます。あ、いやいや、こちらこそ実況させていただきありがとうございます。あの実況 OK だというのはね、ノベルゲームコレクションに記述があったので、あのプレイさせていただきました。でめちゃめちゃ丁寧な方で、あの丁寧な方でっていう、別にこの人と会話したことないんですけど、僕あれなんですよ、あのその概要欄にそのサムネを作る時用のなんかタイトルロゴの配布サイトの URL が載っていて、あのそういうところもね丁寧にされている方だなということで、すごい好感度高かったです、僕的には。はい、私は2021年8月にデビューした。あ、そうなんすか。ですが、はい、このゲームは2021年10月から12月まであたりの活動をもとにシナリオを書きました。あ、そうなんですね。私ムービンは2018年5月28日にデビューしました。ただですね、あのちょっとね、悲しいお知らせになってしまうかもしれないですけど、私ムービンですね、あの2023年の9月、30日にちょっと休止、動画活動に関しては休止いたします。子供ができましてですね、あの妻が妊娠しまして、あのそこからはですね、あの9月30日以降は動画の収録と配信活動を休止するんですけど、あのムービンという存在は残り続けるので、あ、よろしくお願いします。なんかゆくるさんとお見合いしてるみたいで、ちょっと恥ずかしいの、ね、やだね。はい、そうなんですね。プレイしながらゆくるの YouTube チャンネルのこのあたりの動画をご覧いただくと、はいはいはい、より楽しめるんじゃないかなと思います。ああ、じゃあゆくるさんがその時点で実際に試行錯誤されていたタイミングのことをここにアウトプットしてるということなので、実際 ASMR で10人増えたよみたいな話は実はということですね、おそらく。結構前なので数
滑舌とかいろいろ今よりもあれなところもあって恥ずかしい気もしますが、可愛いなこの人。 VTuber は大手しか知らないって方も、はい、世の VTuber にはこんな風に伸び悩んで迷走している層もいるんだなと、あの伸びてる子はすごく努力をしてるんだなと改めて感じてもらえたらいいなと思います。そうっすね、あ、 VTuberやっぱ企業税しか見ないっていう人も多いですよね。で個人税もやっぱ1万とかいってる人たちがを見るっていうのが多くて、僕自身が VTuber なんで1000人とか2000人あたりの方々と喋ったり、あのもっとねチャンネル登録者数自体は伸び悩んでて低い方、まあ低いから優劣ってわけじゃなくてね、そういう方々も僕は知ってるけど、僕自身がそんな高い別にすごい有名な VTuber ではないので喋ったりするんですけど、やっぱ皆さんね伸び悩んで困っているとか辛い思いをしている方々は多いですよね。あなたの心に残る作品になったらとっても嬉しいです。はい、それではまたどこかでお会いしましょう。はい、またどこかでお会いいたしましょう。はい、というわけでフリートークも見させていただきましたので、あの今回単発になりましたが、新人舞踊をプロデュースしてみたの実況を終了しようかなと思います。はい、あのノーマルエンドとバッドエンドは私の実況では見ませんので、もしねよろしかったら皆さんの手でダウンロードしてプレイしていただけると大変嬉しいです。というわけで最後に一言、ゆくるさんのチャンネル皆さん登録してください。以上、お疲れ様でした。バイバイ。